なんやこれ、なんかゼルダみたいな。あれ、あ、ここからか。へえ。まあ、これ多分降りたら、あ、ん？あら、始まってもうた。あ、マグノリアさん。チャンピオンおめでとう。私からのお祝いですよ。なんかくれんの？マスターボール、やった。マスターボールをポケットにしまった。マスターボールくれた。ありがとうございます。マグノリア博士、わざわざお越しいただくなんて。柏店は、それだけのことをしてくれたのです。ダイマックスを引き起こす願い星は、無限ダイナの一部、その無限ダイナが目覚めさせられ、ダイマックスのための、パワーが各地にみなぎりました、はい、あのままではダイマックスしたポケモンたちが暴れ回り、はい、ガラルの混乱を柏店たちが救ってくれた。とはいえ、ダイマックスはすでにガラル地方の大事な文化、皆がダイマックスの力を正しく使うことを願います。それは大事かもしれないですね、確かに。いえ、久々やな。それではね、カシアテン、あなたのことの、あなたの死にしたいことをしなさい。じゃあもうここから自由ってことですか？なんもないってこと？マグノリア博士、ダイマックスの研究をなさってただけに、委員長のことを悩んでいるのね。これは？マスターボールってどんなポケモンでも捕まえられる、すごいボールなんでしょ？そのボールを使いたくなるポケモンといつか出会うのね。これ一回出てみるか、外じゃ。はい。なんか、どうなんねやろ、こっから。特にストーリーもなくって感じなんかな。みーとか言ってるけど。とりあえず、ホップんち行ってみる。あ、おじさん久々やな。おじさん久々やな。科学のち、お前まだ言うとんかい。はいはい、いいです。話しかけた俺がバカでした。これはもう、ここ行ったらいいってこと。ホップ、ホップおるんかな。ダンテさんとかおるん。おるわ、お母さん。ダンテったら、この間初めてゆっくりご飯を食べたの。またみんなで集まってバーベキューしようかしら。いいじゃないですか、それは。てか、これ上おる、上行ったらいいかな。ダンテさん探そうとりあえず。あ、おばあちゃんおる。チャンピオンじゃなくなったダンテも相変わらず忙しくて、たまにしか帰ってきませんね。あ、そうなんや。若いうちはどんどんやりたいことをすればいいのに。いいおばあちゃん、理解のあるおばあちゃん。なんかある、なんかある、あれ、人影の入ったモンスターボールが置かれている。柏手はモンスターボールに添えられた手紙を読んだ。柏手くん、特別な人影を君に託す。また熱い勝負し、人影くれんの、やったー、やった、人影もらっちゃった、ありがとうございます。人影か。トカゲポケモン、熱いものを好む性格、雨に濡れると尻尾の先から煙が出るという。危ないな。なんかでも尻尾消えたら、なんか死んじゃうみたいな、あったよな、設定。人影か。なんやろ、名前か。トカゲ、人影。人影か。どうしようかな、名前。まあ、じゃあ、せやな、影丸と、影丸じゃ、泣き丸とついをなす影丸ってことで、影丸にしよう。影丸をどちらに送りますか。まあ、とりあえず僕送っとこう。やったー。人影もらえんねや、てか。へぇー。ホップの方は何もないと。へぇー、なんか、いいね。
なんかまあとりあえずじゃあ、かわいいな、かわいいな、おー影丸、影丸かわいいなお前、おい、おーかわいいな影丸お前、なんちゅうかわいいお前、プリティやな、あれ、おいおい、伝説のポケモンと並んどこ、無限大な、よ、おいおい、あれ全然来へんやん。見られた、あーごめんね、影丸ちゃうね、おいおい、みそぎそや、みそぎって名前にしてた、これこれどうすんの、お前これで遊びたいんか、みそぎみそぎみそぎは、おいみそぎみそぎみそぎは、おーみそぎかわいい、なんかかわいく見えてきたな、みそぎのやつ、あーなんかいいね、わーでも後ろにおるやつもいい顔すんな、やっぱりマリア様でも泣き丸は一人ファッションショーやな、メッシもいいね、うん、まあまあまあとりあえずこれでいいや、キャン久々にじゃあ料理してみるか、料理始める、これなんかあるんかな、まあ水目のハーブでも入れてみる、前も入れた気するけど、モモンモモン ばっかちょっと寝込む、さあ久々のキャンプ飯、お腹すいた、これ結局何が正解かわからんかったな最後までいやーでもね、チャンピオンになったら次どうすんだやろ、でも今までやったらもうほんまにやることなくなってたやろ、ほんまポケモン図鑑揃えるぐらいやな、やることって言ったら、でもな追加コンテンツもなちょっと気になってるとこやねんけどな、どうしようかな、このまま続けて動画を続けていくのか一回切るんかをすごい迷ってる、今まだ決めてないねんけど、これ投稿される頃にはどうなってるか分かるけどとりあえずね、どうしようかな、すごい迷いどころやねんな、ゲイ影丸ができたってか、第2御三家第2波くんねんな、それがちょっとでかい、あーってか人影もらえると思ってなかったな、甘口ミックスハーブカレー少な右、何いじめか、なんやお、ひよしひよしお嬉しそうやな、ひよしひよしおもろいわ、ひよしもな意外に活躍してくれたからな、まあ、とりあえずでよか、はい、まあでもとりあえずまどろみの森でも行ってみる、なんかそこ行かないと多分あれやんな、あの伝説のポケモン捕まえられなさそうやもんな、まどろみの森来たけど、おこの辺あぶつかっちゃったもういいな、もうここからはええかな、ごめんごめん、今はちょっと逃げるわ、はい、3レベってもう懐かしいな、この感覚懐かしいわ、まあ、前の時もあったけどさこういうの、あ来た来た、あれホップおるやん、まどろみの森来たけど、あれカチャテン、お前までこんな森に、いやなんかここ来ればなんかあるかなと思って一体どうしたんだ、いやいろいろ回ってんで、いろいろガラル中回ってんけどな、ホップこそザシアンとザマゼンタが眠ってた森だからな、そうそうそう、それ誰も入ってこなくて静かで考えるのにぴったりなんだよ、なんか考えてた、いや捕まえれるかなと思って俺だけなんか俺だけ不純やんけ、動機が、カシャテンは何か呼ばれた気がしたって、いやなんだか不思議だな、なんかそうだカシャテン優勝おめでとうだぞ、 ありがとうありがとうね、
まさか柏店がガラル最強の無敵な兄貴に、勝っちまうなんてさ、いや結構ギリギリやったけどさ、なんだかまだ信じられない。柏店は本当にすごいぞ、すごすぎてよくわからないぞ。いやいや、なんかあれ、なんか照れるな。ありがとうな柏店。もう一度俺と勝負してくれよ。え、ここでいいよ。柏店サンキュー。最強の兄貴に勝った柏店の力見せてくれ。でも俺レベル上げしてないで。大丈夫かなこれで。声かけてくれって言われたけど、いけっかなこれで。まあいけるやろ、うん、コロバンやけど、でみそぎもおるけど、まあいけるやろ。レベル、ポケモン勝負隊準備、もちろん行くよ。行くぞ、行くよ。じゃあ行くぞ。さあホップ、久々やなホップとやんの、うん、なんかでもこういう道端でやんのが懐かしいな。バイウールね。レベルは60…59 か。まあ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 、じゃあ地割れで。地割れどう？全然聞いてない。聞いてないってなんだ？聞いてないってどういうこと？聞いてないってどういうことよ、地割れ。当たったも当たった。防御自分と上がって。じゃあ虫のさざめきで。まあ入れとこう。どう？急所か。やったやった。どう？ステミタックル結構いくな。おい、半分以上いくんかい。じゃあ流星君どう？これは効くやろ。 OK、 まあ倒したね。ヒロシは戦闘は絶対勝つという素晴らしいあれがあるから。次はで、アーマーガーか。これちょっと入れ替えようかな。入れ替えを、まあ、地面タイプで具が悪いし、コロワンでいこう。どうしようかな。怖い顔、怖い顔するね。やめてよ。何が下がるの？素早さか。うおー、売りを、コロワンの売りを。じゃあワイルドボルト、ブレイブバード、わあ削ってくる。どう？そんな効かんのじゃない？そんな効かんな。反動大きい割にそんな効かんかったな。じゃあこっちも反動技ワイルドボルト。わあ、でもこっちも半分いかんか。半分はいったわ。こっちの方がなんか反動でかないか。スパークでいくじゃん。ブレイブバードもう一回来てくるか。まあ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 、さあスパークいこう。どうかなこれで。急所当たったのか。いらんな、ここの急所あんまいらんな。経験値はおー、泣き丸61か。いいね。カービゴン、カービゴン。じゃあこっちも、マリアで行くか。マリア行こう。さあ初代対決、10万馬力。あれこれやばくない？あ、やば、ミスった。絶対あかん。あ、でも10万馬力これで封じ込めたってことはいいよ。催眠術、こっちの方が早い。いいね。寝るやろ。カビゴンは寝るよ、そら。そっか、10万馬力あかんか、地面やもん。それ結構厳しいぞ。耐えてくれただけありがとうっていう。夢食い。でもそんな効かんな、言うて。思ったより効かへん。目覚ますんかい。ヘビーボンバー、わ、これやばい。マリアあかん。最近マリアの使い方を俺はミスり続けてるな。飯で行こうか。どうしようかな。まあムーンホースで。でも半分か。
これで半分までしかいかんか。ヘビーボンバーこれがな、よくないな。鋼抜群かい。あ、そっか、抜群か。どうしよう。待って、じゃあ、使ってみる。みそぎ、みそぎ使ってみるか。存在感すごいな。初めて使うけど、ヘビーボンバー、そんな機械ある。おう、いいね。ヤクザ、お前ポテンシャル半端ないな、みそぎ。クロスポイズン、これ毒なったりする？おう、毒なる。でもこれあんま効いてなかった気がする、俺のあれにも。あ、でも結構いくな。10万馬力。あー、効果抜群。そっか、毒やからか。じゃあ大幕総で。わあ、ここで回復の薬嫌なことしてくるね。カビゴン落とされるのは嫌ってわけかい。どう、大幕総。どんぐらい効かん？そんな効かんな。これどんな技なの？ダイマックスしてるとは、そういうことか。このポイズンかな。毒狙い。頼む。毒狙い。毒はない。まあこれで落とされるか。あ、落とされへん。いいね。じゃあクロスポイズン最後。まあ、これで倒したけどやな。倒したけどやな。エースバーン。ここでエースバーンか。あ、じゃあ先丸入れとく。唯一無傷の泣き丸。捨て身タックル。わあ、結構いくな。あ、まあでもここはハイドロカノンでいこうか。ハイドロカノン抜群やろ。まあこれは落とせるな。あ、こっからやな。急所か。泣き丸でいけるとこまで行くか。バチンウニ、また読まれへんやつを。こいつマジでわからへん。ビリビリチクチク。電気入ってんかい。マジか。あー、日吉。みんな平等に傷ついててあれやな。自信効果抜群や。オッケー。自信が効果抜群の時はもう自信でいいや。無理して地割れをする必要ない。ちょっとこれやばいなって思った時に地割れやな。一か八か。で次はううな。こいつむずいねんな。効果なしやねんな。あー、流星群とりあえず削ろうか。こっちの方が早い。削ろう大優先、最優先で。あ、でも半分いく。で特攻が下がる。特攻が下がるのはよし。あ、耐える。耐えんねやったらもうこれで終わりちゃう。耐えてくれんねやったらこれでな、終わりやな。終わらない、終わらない。あ、そっか、特攻下がってんのか。ドレルクチバシ。まあ日吉はここで倒れて、フォロワーでスパーク。どう、イエー、倒した。あー、さすがに苦労するな。ここまで来ると、うん、ホップありがとう。あかんのか。え、ホップ お前と俺とではこれほど実力の差があるのか。いや、そんなないよ。
そこまでないよ。気にすんなってホップ。ごめんなんか。ごめんじゃないわ。ごめんはおかしいわ。無敵の兄貴に勝った柏店にはかなわないか。あんたたちちょっと騒がしいんだけどなんてね。あれ、ソニアさん。ソニアじゃん。柏店チャンピオンおめでとう。ありがとうございます。いえいえ。なーに謙遜しちゃって。もっと胸張っちゃえ。ソニアさんも張ってくれていいんですよ。クソセクハラ。こんなことこで何してんだ。助手の仕事は？ホップ実はね、私もう助手じゃないの。あ、そうなの。晴れて博士になったの。おめでとうございます。おおー。もうちょい反応したらや。あんたたちには本当感謝してる。一緒に冒険したからガラルの歴史を、もっと知りたいって思えたし、ポケモンのこともっと好きになれたしね。おお、あれ、どうもどうも。これ私が書いた本、サイン付きレア物よ。ソニアの本を手に入れた。ありがとうございます。ソニアの本を大切なポケットにしまった。ソニア博士が出版したガラル地方の伝統について新発見が面白く、書かれている。ハードル上げるな、だいぶ。俺はもう買ったぞ。発売日に並んだぜ。おお、ええ子やな。あら、ありがとう。後でサイン書いてあげる。おばあ様にも認められたし、本も出版できたし、ソニア博士の活躍にこれからも期待しててね。あ、期待してます。うん、ソニアも柏店もすげえよな。尊敬するぞ。で、あんたたちは一体ここで何してんの？あ、いや。あ、わかった。口田健と口田だって返しに来たんですよ。あー、返さなあかんの、あれ。あんたたちずっと借りていたもの、あれ借りてたんや。あ、あー、そういえばそうだった。その反応久々やな。忘れてたんかい。てっきりザシアンとザマゼンダ絡みかと。柏天音が森に呼ばれた気がするってのも、もしかしたらそのせいかもね。返せってことか。借金取りみたいなもんか。助けに行ってくれた俺、行って剣と立て返そうぜ。そしたらまたザシアンザマゼンダに会える気もするしさ。まあでもここで一回切ろうか。そうやね。まあ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 、もうちょっとだけ多分続くっぽいんで、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さあ、続きね。続きというか、ホップ口だけを返しますか。ちょっと待って、その前にホップ喋れる？助けてくれた俺言って剣と盾返そうぜ。うん、そしたらまたザシアンとザマゼンタに会える気もするしさ。おう、なんかテレパシーみたいな、もうテレパシーってなんでこんな生またやる。テレパシーみたいな、もうなんか発動してない、発動。ザシアンザマンザマサザマゼンダ、もう名前が入ってこうへん。助けてくれてサンキュー。カタカナが弱い。遅くなったけど、お前たちの大切なもの返すぞ。うん、返せ返せ。柏店はホップ、柏店とホップは朽田健と朽田盾を返した。うん、で、どうなんやろこれ。よし、柏店、一緒に戻ろうぜ。うん、あ、これで一回戻るってこと。ソニアはどうするんだ。私はもうちょっと森を調べたいからね。うん、パワースポット探しマシーンが反応してる。おう、なんか来たか。すごいとこやなこれ。おーや、おやおや、何やら騒がしいと思えばなんか出てきたぞ。え、こんなにがっつりストーリーやんのてか。誰？わあ、何こいつら髪型。何、剣と盾ってことこれ。髪が揺れてるし。おやおや、おーや、もしあなたはガラルの歴史を書いたソニア博士では。誰？売れへん漫才コンビみたいな感じになってるけど。え、あ、どうも、本を買ってくださった方です。隅から隅までくまなく読みましたとも。どっちが喋ってんねんこれ。おそらく青の方やろうけど、どっちがボケとツッコミかな。うわー、どっちにもツッコまれたくないし、ボケさやな、ダブルボケ。新しいな。右が喋ってるので、青と右、青と右、青と赤ね。今赤が喋ってると。インターネットでレビューも書きましたけど、もう絶対クソ感想書いてるやん。嘘だらけの不愉快な本、故に星一つ。お、なんやと？お前らもうぶっ殺す。もう殺し確定やわ。ちょっと何よ、嘘なんか書いてないし。おい、失礼だぞ。我はそっと。いや、絶対もうそうだよ。じゃあ絶対立ってかシルド、どっちか。シルディは。
わあ、意外におしゃれやった。シルディな、シルディはなんかええわ。我々こそガラルの純粋なる血毒、うん、セレブリティ、うん、エクスタシーっていうあのテニプリのやつみたいな。誰やったっけ名前、純粋血族何言ってんだ、あなたたち一体何なのよ。親、大家、こちらにあるのは剣、剣の剣と、あるのは剣の剣、剣の盾と剣と盾だよ。剣の剣の例のってこと、剣と盾では。親、なんと小汚いお前な。お前らバトルしようぜ、今からバトルしようぜや。こちらポケモンゲットだぜから、まさに偽りの剣と盾、素手で触るのがはばかられます。触るなよ。うわ、取りやがった、取りやがった。おい、取るなよ、今返したばっかだぞ。黙らし合い、我々は落ちてるものを拾っただけ。お前らもうバトルしよう、とりあえず、とりあえずバトルしようや、バトルで蹴りつけようや。お前もうホップが大変揺れてるやんけ、お前。あのサッカーの審判に抗議する選手みたいな。文句を垂れるものであれば、これらが誰のものか、証明できるのですか。ぐぬぬ、それはできないけど。できひんのかい。まあ、できひんけど、ザシアンとザマゼンダーの大事なものなんだよ。どうなのこれ。やれやれ、平民のくせに意外と押しが強いですね。そこまで言うなら勝負いたします。おお、やろうやん。我々が売られた喧嘩は2倍の値段で買うセレブ。なんなのよそれ。あなたはこのソットがお相手しましょうぞ。おお、いいやん、やろうやん。もうなんかあのその多分剣をモチーフとしたその髪型やけど、なんかあれやな、サスケで登る壁みたいになってるけど、反り方がやる。サスケやろう。ポケモントレーナーのソットが勝負を仕掛けてきた。あの勢いつけて登るやつだ。やるか。ネギがないと。お前もネギ使いか。誰が使ってたな、そのポケモン。マリア行こう。いやー、60。結構あれするやん。じゃあ催眠術で。眠れ。あれ、アトラン？マジで？リフレッシュ。当たらんかった。マジか。呪われボディ。オッケー。なんか封じ込めたぞ。強いな、普通に。え、これ。命中60なんか。意外に命中五分五分に近いねんな。当たるやろ。2回目当てていくやろ、マリア。そっか、60。今までなんかそんな外してイメージなかったけど。レベル差か、あれは。まあ、これでじゃあ、寝てもらおうか。さあ、夢食い。お前のクソみたいな夢食ってやるよ、しょうがないから。まあ、さよなら。これで体力も回復と。ありがとうございます。西川清志です。やったー。経験値は？あ、65上がった。まあ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 、みそぎ61いいね。みそぎ使ってないな。まあマリアがあんま落とされへんからな。みんな上がっていくね。クソンクムシャ。あー、こいつな。クソグソクムシャ。いまだに分からへん。雷で。意外にね、全体的にね、うおー、危な。呪われボディで、でもこれで不意打ち封じ込めたよ。雷当てていく。ズドンドーン、ももちゃん風にドーンドーン。なんかね、ドーンやけど、ほぼ村上庄司やけど、なんか今日芸人例えが多い気がするな。ちなみに前やってから2週間以上経ってるんですよ。リターンギル、あー、シャドーボールで、なんか抜群取れるな。結構シャドーボールいいね。3人抜きめっちゃ抜群取れるやん。マリア1匹で十分やったな。で次はテンポよくいけんな。うん、刀なしはおしまいで、そろそろ本気でいきましょうか。なんか言い出したぞこいつ。こいつもダイマックスとか使ったりするのかな。あー、切り刻んね。
わあ、初めてか。なんか見たことある気するけどな、こいつ。当たらんかったか。あー、でもマリア、ここで終わりかな、じゃあ。お疲れさん。いやー、お疲れお疲れ。まあ、マリア、よく3人抜きはもう立派よ。じゃあ、みそぎ使ってみるか、たまには。もし落とされたらもう8割一発ってことで。さあ、みそぎプレッシャー、プレッシャーあるやろな。まあ、みそぎ悪くないねんけどな。何回も言うやけど、ダイマックス砲はなんか残しときたい。龍の波動。どう？どんぐらいくらい？こいつが格闘っぽいけどな。ああ、そんなくらいなんか。何？剣の前。ああ、そういうこと積んでくんねや。攻撃とか上がるやんだっけ？攻撃軍、クロスボーポイズン、クロスポイズンでいこう。どう？あ、効果ないんや。アイアンヘッド、やば。うわ、結構いくな。じゃあ火炎放射とかどう？火炎放射どんぐらい食らうんやろ。火炎放射違うな。あ、抜群やった。お疲れ。抜群取れるな。これで、経験値をもらった。で、終わりか。ポケモントレーナー、ソッドとの、かわいいな、みそぎ。うわ、白目向いてる。なんて恐ろしい、この顔や。おお、なんてあること、我のポケモンが。いや、あんまり苦労せんかったな。ホップの方が100倍強かったよ。勝負。いやー、まあ、あんま苦戦せず。でも、なんか、あれや、おとなしく渡すんや。クーン、なかなかどうして強いではないですか。まあ、チャンピオンですから、一応。我のちょっとお散歩用の可愛いポケモンを倒すと、ああ、本気じゃないってことが言いたい、こいつは。お散歩するにはどれも似つかわしくなかったけど。ラインナップ的に。しかし、弟はなんと、難なく勝利したようで、あれ？ポップ負けた？嘘つけ、お前。お前、ごめん、柏店、俺負けちまった。はっはっは、少年よ、悩み事でもあるのですか。また悩んでんの。勝負に全く集中できていないようでしたか。またなんか抱えてんのかよ、ホップ。お前はすぐ抱えるの。ところで兄ちゃん、もしやそやつ、無限ダイナを沈めたものだよ。バトルでも出したけど、うちのみそぎちゃんね、かわいいやろ。撫でてあげて意外に喜ぶから、あの子。よく見れば。我らの手柄を横取りした例の子供ではないですか。手柄はどういうこと？調査ではそのもの、ご先祖様が描かれた偉大なる壁画が壊された、現場にも居合わせたとこ。あれはでも、ピンク野郎のせいやけど、ビートな。なんたる罰当たりな、一族が誇るあの壁画を、まあ、後ろのソニアちゃんもおったけどさ。壁画ってザシアンたちの遺跡が隠してたあの、っていうか壊したの貸し当てんじゃないし、そうやな。あのビートや。今、おばあちゃんにいろいろ仕込まれてるわ。今は身を引きましょう。次はより強いポケモンで、コテンパンにしてあげるのです。あ、なんか、また嫌なやつに目つけられたな。そうですね。そうですね。それでは、グッドバイ。君の運命の人。ちょっとホップなんか追いかけてたな。ああ、もう無鉄砲に追いかけちゃって。柏店はさすがに落ち着いてるね。まあチャンピオンですから。まあその辺は、別に生き急がなくても人生楽しいんじゃないかと思ってます。はい。嫌いなタイプなんで。ホップがあんなやつに負けるなんてね。勝負焦ってたように見えたけど、そのせい。なんかまた焦ってんのか。ライバルの柏店がチャンピオンになったり、目指す目標がなくなったりで、あいつも悩んでるのかよ。もうなんかあいつは子供らしいな。そりゃそうと、ソットとシルディだっけ。さっきあいつらの行方ちょっとわかるかもなんだけど、ブラッシーターンの研究中で詳しく話せないかな。はい、わかりました。懐かしいところやな。もちろん、聞くまでもないよね。うん、ありがとう。ホッパーなんとかなるやろ。よし、それじゃあ後でポケモン研究所に戻ってるね。じゃあこのまま行く。はい、動画見ていただいてありがとうございました。柏店です。YouTube で見てくれた方はね、チャンネル登録よろしくお願いします。ニコニコ動画の方で、見て
ていただいた方は、マイリストと、あんまりどういう意味があるんか知らんけど、マイリストと、フォロー、よろしくお願いします。てなわけで、また次の動画でもお会いいたしましょう。あかんな、めっちゃ下手くせえわ。まあね、ツイッターとかもやってるんで、その方もそれとかも、まあ、フォローしていただけたら、嬉しいなと思っております。てなわけで、柏店でした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。